やいやいやいや、今日は一人で山形方面スケートの旅に行くぜ。朝から恒例のモンスターやっていきます。それではまた。はい、見晴らしの丘スケートパーク到着、山形県です。上の山の近くですね。いやいやいや、はい、ここで受付をして、こっちの奥にパークがあるという。大人260円でできます。はい、会員になりました。会員がなんと5407人目でございます。すごいね、8年前からやってるみたいですね、このスケートパーク。はい、ここにスケートパークがあって、で、これコストコのすぐ横なんですね。コストコ1回ね、1回だけ来たことあるんで、すごい。コストコ行きながらスケートもできるいい場所でございます。すごい、見晴らしがいい。スケートパーク、イエーイ。はい、どうも。今パークについてね、ちょっと流して、準備運動して、カーブに軽くノーズスライドをかけた瞬間に持ってかれまして、浮きまして、腰からもう行きました。腰あばらですね、後ろの。今現在、パークの駐車場にいるんですけども、これから帰ってちょっと病院で腰がどうなってるか見てもらいたいと思います。ということで、皆さんも無理しないように。それでは福島に帰ります。バイバイ。